東京都に記録的短時間大雨情報が発表されました。東京都青ヶ島村に記録的短時間大雨情報が発表されています。現在活発な雨雲がかかっておりまして、局地的に雨が強まっております。記録的な雨が降ったということで情報が発表されました。こちら発表されている警報を見ていくと、青ヶ島村に大雨洪水警報が発表されています。気象庁は青ヶ島村付近で5時30分までの1時間に約110ミリの猛烈な雨が降ったとみられるとして、記録的短時間大雨情報を発表しました。こちらでは短時間の大雨を観測解析をした時に発表するものということで情報が発表されています。災害の発生につながるような猛烈な雨が降っております。自治体からの避難に関する情報に留意し、早めの避難を心がけてください。今後の雨雲の動きを見ていきましょう。梅雨前線に向かって流れ込む湿った空気の影響で活発な雨雲がかかりやすい状況となります。今後も雨の降り方には十分にご注意ください。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからもご覧いただけますので、ぜひご活用ください。